マーコさんは食べたものお時間です。今回は定食一筋30年栄養満点のメニューがいただける食堂があるとお聞きして長岡教師に来ております長岡教師京都の方は運転免許のあれこれで来るおなじみの場所ですよねちなみに私は自動車免許を取得する際に筆記試験で1回落ちています何も勉強しないで行ったんですが独特の言い回しとかあって ひっか、ね、け問題にまんまと引っかかって落ちてしまいました発表の時自分の番号にランプがつかなくて自分の場所にだけ北風が吹いているようなとてつもなく寂しかった思い出がありますそんな長岡京市ですが駅からこちら側に来たのは初めてですアずリア通りからセブン商店街へと歩みを進めています昭和の面影を残しつつ新しいお店もたくさんあって 活気のある雰囲気です。そんなこんなで見えてまいりました阪急長岡天神駅から徒歩5分ほど駅前のメインストリートから少し入ったところ落ち着いた住宅街にあるお店はこの案内板がなければ気づかないくらい知る人ぞ知る知ってしまったからには通ってしまうと評判の今回のお店はこちら味どころ中島さん。町の定食屋さん的素朴な佇まい 通りに出されている看板がないとなかなか気づきにくい圧倒的な普通っぽさが魅力です改めて看板を見てみるとやはり書いてあります650円と880円選べる日替わり定食どちらをいただこうか迷いながら早速お邪魔したいと思います店内も素朴な場の雰囲気カウンターとテーブル席が3席ほど街の大丼屋さんやお寿司屋さんといった感じ 気さくでくつろげる空間です。日替わり定食の他には、焼き魚にエビフライ、とんカツなど、税込み1000円で他の定食もございます。さて、650円と880円、どちらの定食にするべきか、お腹は減っている、お財布具合も大丈夫。880円でもいいんやけど、視聴者さんは650円の定食ってどんなんか見てみたいやろか。そんな風に迷っていると、 650円の方は880円のおかず2品がない感じとのことなのでそれじゃあ多い方を頼んでイメージしてもらおうと日替わり定食880円をお願いしましたメインになりそうなおかずが2品もついた品数の多い栄養満点充実のラインナップもしもしショッピングで電子レンジを買ったら掃除機がついてきたくらいの得した感じ喜びがありますまずメインの豚の生姜焼き そしてスパゲッティサラダ。さらに野菜サラダが添えられたアジフライにイカリング、冷ややっこ、ゆかりののったご飯とお漬物、お味噌汁。ランチ2食分くらいの充実ぶりにもかかわらず、税込み880円は大変お得感があります。ちなみにアジフライとスパゲッティサラダを除いた分が650円の定食というわけなのです。そして880円の定食の場合は、 ご飯おかわりり自由となります。それではいただきますまずお味噌汁をいただき内臓に食事が始まることを伝えますこちら豚の生姜焼きから薄いロース肉を甘辛いたらで炒めてある感じではパクリンチョおいしいしっかり濃い味付けほかほかご飯と合わせていただくのにちょうど良い塩梅です タレがしっかり絡んだお肉はふわっとしていて柔らかく噛むごとにお肉の旨味とタレが絡み旨味が増していきますそして旨味が満載になったコーナーにご飯を頬張るとお米が旨味をすっと吸って体内へと落ちていくご飯が炊きたてでほかほか生姜焼きを食べてご飯を食べての繰り返しがひたすら美味しいですそして味フライダブル主演と言ってもいいぐらい 肉厚なしっかりとした味です。では、パクリンチョ。美味しい。味がふわふわ。お醤油をかけてもう一回、パクリンチョ。さらに美味しい。注文してから揚げてくれてはるのがわかるサクサク感。そしてサクサクゾーンを過ぎると感じる味のふわふわ感。味フライ定食ですって言うてもいいくらい。 存在感が半端ないそれに伴い美味しさもバッチグーでお醤油のしみたサクふわな味フライを食べた後の白いご飯も最高によく合っていますお肉お魚お豆腐からそれぞれにタンパク質がしっかりとれてたっぷりのキャベツも添えられているおかずのバラエティが豊かで充実感があってさらにはこれが880円税込みというお値打ち感この時お昼からだいぶ過ぎた時間 2時くらいやったと思うんですがお持ち帰りの方から中で食べはる方までひっきりなしのお客様がいらしてメイン通りから中に入った場所にあるのにお求めやすくて美味しいお店皆さんよく知ってはるんですよね長岡京市というと阪急電車のイメージなんですけど私も20代の頃京都から大阪へ毎日阪急電車で通勤していたんです通勤電車って毎日のことやからいろんな人に出会ってその中でも 忘れられららないい方も何人かいらっしゃるんですまずは電車の中で冷麺を食べる若者って話なんですけど阪急電車の特急スタイルじゃないやつ窓際にずらっと座席のあるタイプの車両でその日は立っている人はなくちょうど席が埋まるくらいの乗車率やったんですねそこに乗ってきた10代後半くらいの若い男性がレジ袋からコンビニの冷麺を取り出して膝の上でトレイから具材を入れ 醤油タレをかけ、辛子マヨネーズまでしっかり入れて調理し、お箸でおもむろに麺をほぐしたかと思ったら、一気にズルズルズルって車内に響き渡るくらいの音を立てて食べ始めはったんです。私はちょうど真っ正麺やったから、目が釘付けになってしまって、はじめの一すすりから一部始終、からしが鼻にツーンと来た瞬間の顔まではっきりと覚えています。今、道ですれ違っても、 あなた、阪急電車で冷麺食べてはった方ですよねって言えるくらいですあれから25年以上経っていますけど彼はどうしてはるんでしょうか家庭を持ってお父さんとかになってはるんでしょうかどうなんでしょうそしてもう一つは阪急電車の今度は特急でのお話京都線の場合特急は違うこともあるんですが新幹線みたいな横並びの席がある車両なんです それで端っこは向かい合わせのボックス席になっていてそのボックス席を座っていた時の話なんですけど斜め前に女子高生が乗ってきはってその当時ルーズソックスが大流行中の時やったんですけど席に座るなりルーズソックスをずるっと下ろしてカバンの中から取り出した T 字ミソリですねの毛をジョリジョリジョリって反り始めはったんです電車の中でお化粧をしはる方は時々見かけますが すねの毛を処理する人は初めて見たので、かなりの衝撃で、女子高生の横に座ってはった50代くらいの男性の、えって顔も忘れられないし、電車が揺れるから2箇所くらいから血が出ていた光景も絵に描けるぐらいはっきりと覚えています。いろんな方やりますよね、本当に。通勤でのエピソードで言うたら、自分のエピソードも忘れられないのがあるんです。空騒ぎで話そうとして、 衝撃的すぎるからそれはやめとこうかってボツになったやつなんですけどあまりにもエピソードトークが長くなってしまうのでそれはまた次の動画でお話しさせていただきたいと思います定食のレポートをせずにまたすっかり話が脱線してしまいました炊きたてのご飯とそれに合うしっかり味の豚の生姜焼き注文してから揚げてくれはったであろうアジフライに肉厚で大きないかのいかフライすべてが熱々なのが嬉しかったし 一度の食事でこれだけ準備しようと思ったら家庭ではなかなかできないけれど880円でいただけるこの充実感知ってしまったら通いたくなるのがわかります見た時はたまたま全てお一人様のお客様でしたが少人数でも一人でもとても入りやすく雰囲気のいい定食屋さんでした味どころ中島さんとっても美味しかったです そんなわけで今回もお別れの時間が近づいてまいりました今週は中島みゆきさんの「悪女」でお別れです素敵な曲が多すぎて選曲にとても迷ったんですけどいろいろ歌ってみて上手くないなりにまだ少しましな感じで歌えたので悪女にさせていただきました中島みゆきさんの曲は今聴いても全然古い感じがしなくてほんと名曲ぞろいですね ではでなれ過ごしくださいします映画も早いホテルのロビーもいつまでいられるわけもない帰れるあてのあなたの部屋も 手話器を外したままね話し悪情になるなら月夜はおよしよ素直になりすぎる隠しておいた言葉がほろりこぼれてしまう行かないで悪情になるなら裸足で夜明けの電車で泣いてから 涙ポロ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 流れて枯れていかがだったでしょうか長岡京市でいただいたころ中島さんの880円定食生姜焼きもそうなんですがアジフライもとっても美味しくて漁師町で食べたアジフライくらいふわふわでとっても美味しかったです視聴者さんに頂い,いて愛用させていただいていた歌の終わりのカーンって音先日お伝えした通りアプリの不具合ですべてなくなってしまいました せっかくくりったのに申し訳ありませんまた探して見つけたいと思います今回も最後まで見てくださってありがとうございましたそして撮影させていただいたお店の皆様ありがとうございますそれではまた次の動画までバイバイ